ホロライブゲーマーズのリーダー白神吹雪です。こっちの世界では駆逐艦白神吹雪ですよ。やっと会えましたね、ホロライブ所属のバーチャルキツネ白神吹雪。指揮官に呼ばれてコンコーンと着任しました。さてさて、頑張っちゃいますよ。指揮官さん、お帰りなさい。美味しいお茶を用意してお待ちしてましたよ。さあ、私と一緒に出撃しましょう。私、正統派の可愛い VTuber ですよ。おとなしくて、恥ずかしがり屋。餌は見えないって。だって、人と話すのが好きなんだもん。その、サボってないですよ。今日もお茶が美味しいですね。ご一緒にどうですか？今なら、とびっきりのお茶を用意できますよ。吹雪型の吹雪ちゃん。ふわふわの尻尾。私のこの新衣装、すっごいでしょう。指揮官さん、何かお困りですか？指揮官さん、尻尾はデリケートなんだから、触っちゃダメですよ。私がお手伝いしますから。報酬をもらって次の任務にしましょうか。あ、ちょっと、メールが来てるよ。ほほー、指揮官宛てですね。みんなに読み聞かせちゃいますよ。おー、指揮官さん調子いいですね。ではちょっと休憩してお茶でも飲みましょう。みんなすごいよ、大量大量。私ちょっと出迎え行ってきます。そうそう、これですよ。このだんだん強くなってるって感じ。ゲーマーズリーダー白神吹雪、行きますよ。ホロライブゲーマーズのリーダーとしてこれぐらいの戦いは楽勝ですよ。うにゃ、ここの難易度設定ちょっとおかしくないですか？こやーん。あー、待て待て待て、まずいですね。指揮官さん、ダメダメですね。よいしょ、クリアまでちょっとだけ手伝ってあげますよ。見てください、指揮官さん。これ、私が飲みたかったお茶ですよ。たまたま見つけちゃって。あ、指揮官さんも一緒に飲みます？こんな時間までお話ししちゃいましたね。ですが、たまにはこういうのも楽しいですね、指揮官。指揮官さん、私のことたくさん見てくれて嬉しいです。よし、今夜は一緒に焼肉行きましょう。川風ちゃんも誘ってみようかな。なんだかやっとこの場所に馴染めてきた気がします。もちろん指揮官さんとも。指揮官さん、ありがとうございます。もっともっと指揮官のために頑張るので、これからも私をよろしくね。指揮官さんも、ここまでよく頑張りました。いい子いい子、ですよ。ダブル吹雪、開演します。川風ちゃん、やっと一緒に戦えますね。
ホロライブ艦隊出撃。ホロライブサマーバージョンの白神吹雪でーす。指揮官さん、よろしくキーツね。海といえば水着、サマーバージョンでちょっとだけ開放的な吹雪ですよー。せっかく水着ですし、海でも行きませんか？ああ、そういう意味じゃなくて、演習をお手伝いしてほしいなーって。じー、指揮官さん？私のこと変な目で見てませんか？目ですよ。他にも水着の方がいっぱいいらっしゃるんですが、こっちの世界では一年中海水浴ができるんですね。恥ずかしいからあんまり見ないでください。こっちも触っちゃダメです！いつも頑張ってる指揮官さんへのご褒美に、たまには水着で一緒にお出かけしてもいいんですよ。本当に、たまーにだけですからね。ホロライブ所属のバーチャルメイド。おっちょこちょいでドジとかよく言われるけど、そんなことないもん。アクア。ホロライブ所属のゲーマーメイド、ミナとアクアでーす。こんな格好で挨拶するなんて聞いてないよ。私もちょっとゲームするから、指揮官、お仕事頑張ってね。この偽装の上に立てば、指揮官よりも背が高く見える、はず。普段はメイド服だから、落ち着かないな。あんまりジロジロ見ないでよね。恥ずかしいんだから。今度見たら、美味しいものご馳走してもらうよ。ん？最強メイドであるこの私に、頼みたいことでもあるの？だーめ！いひひひ、くすぐったいよ、指揮官。指揮官が任務を達成するまで、ずっと付き合うよ。任務達成！ずっと頑張ってる指揮官を見て、こっちまで疲れてきちゃった。指揮官宛てのメール、ちょっとだけ覗いて。ぎぃ！なんで漢字に振り仮名がついてないの？ご主人、お帰りなさい。なーんちゃって。今のすっごいメイドっぽくなかった？んじゃ、執務室の掃除と、今日の晩ご飯の支度、
よろしく。指揮官、委託組がたくさんの物資を持って帰ってきたよ。これで強くなった？なるほどね。理解理解。アクアゴン、前段発射。って、あれ？こっちのボタンじゃない？ふっふっふー。お前、弱い。あたし、強い。終わったー。すみません、すみません、すみません。本当にすみませんでしたー。余裕よ、余裕。もうダメー。撤退しよう、指揮官。私、ミナとアクアは、間もなく卒業します。短い間ですが、今までありがとうございました。指揮官、AMT って知ってる？アクアマジ天使の略だぞー。はっはっは。私を崇めなさい。ポンコツメイド？ダメ天使？ひどいよ、指揮官。お湯を沸かす程度なら、全然問題ないよ。これぞ、アクアのロイヤルメイド特訓の成果、本格ロイヤル紅茶。うん、さすが私、こんな短期間でコツを完璧に得得したとは。ん？味が変。んなバカな。指揮官とご主人、呼び方はどっちがいい？アクアにお任せ？じゃあ、仕事中は指揮官、休み中はご主人で、決まりだね。これが、誓いの指輪？指揮官、これって、待って待って待って、これはつまり今から指揮官ではなくご主人、じゃなくて、いやいや、ご主人でも変だし、あなた、だっけ？なんか恥ずかしいよ。指は、アクアがもらっちゃっていいの？ありがとう、あなた。これが、ロイヤルメイドの実力か。私も頑張らないと。あ、皆さんどうも、こんあくあー。ということで、今日はアズールレーンの配信始めちゃうよー。今日は寝坊しなくてよかった。で、私何すればいい？指揮官。一応伝えておくけど、私、金槌なんだから、指揮官がサポートしてよね。浅瀬なら平気だけど。指揮官。普段呼び慣れてないからややこしいな。メイドだからって、お世話全般得意なわけじゃないんだからね。お世話してあげる代わりに、美味しいお寿司食べさせてよ。ふっふっふ、設備をアップグレードしたらもっと面白い企画ができるぞ。とりあえず、グラフィックエフェクト全開にして、こうやって火をつけて、すべてを吹っ飛ばーす！えら？ゲームする？私、めっちゃ強いぞ。覚悟しなさい。任務？実は、
は私、部屋を出ると死ぬ病気なの。というわけで、任務頼んだぞ、指揮官。すー。あれ、さっき記憶が、一瞬飛んじゃなった？指揮官も配信に興味あるの？やった！じゃあ、初心者企画として、24時間耐久、我慢配信、好きなやつを選んで、配信しよう。